This is the real thing. Air Gray. Select your fighter.早速だが、諸君らの腕を試させてもらう。我が部隊の最終目的は、ミューコックの完全討伐である。ボカン・フィンベルを中心に、我が部隊は中央エリアを進攻。それと同時に、東部方面隊が東海岸を制圧していく。そこで、敵部隊の前線基地であるエリア J4 を制圧し、我が軍の反撃拠点とする。進行予定エリアには敵戦車部隊1個師団が駐留しています。味方地上部隊による占拠を容易にするため、それらの破壊を優先してください。また基地上空で艦長、レーダーに敵迎撃編隊を捕捉、一時方向です。先手を打たれたか。各訪問開け。任務確認完了。ナイト C1、了解。よう兄ちゃん、いよいよだな。噂に聞く腕前見せてもらうぜ。き、本当に愛想のねえやつだな。軍のモルモットだっつう噂も案外本当だったりしてな。いつまで無駄口叩いてるんですか。へいへい。D チームは敵機の迎撃に当たってください。 AC チーム各機は当初の作戦通り敵前線基地に向かってください。こちらフィンベル、偵察機スティングレイより入電。ポイント 2E にてガルストームを捕捉。現在そちらに接近中とのことです。注意してください。エネミー待機。
先ほど作戦司令本部より情報が入った。敵輸送船団が北東の港湾施設に集結中とのことだ。この補給線を分断すれば敵の前線部隊を孤立化できる。そのため我が部隊は港への進攻を開始する。輸送船団護衛のため水上戦闘艦が停泊しています。本作戦の障害となり得ますので、これを襲撃し撃破してください。港ではすでに。お次は補給部隊かよ。楽勝だね。バカね、相手も生命線を守るのに躍起になってくるわよ。気を引き締めてかかりなさい。その通りです。け了解。射型ミサイルを搭載のほか、かなりの重装備の模様。気をつけてください。Thank you.
敵はエリア J3 防衛網の損失を補充すべく、機動兵器ブルグランを中心とした増援部隊をエリア K3 に集結させている。これの戦闘準備が整い次第、フィンベルに対し猛攻を仕掛けてくるであろう。敵が動き出す前に夜襲をかけ、これを破壊する。都市部への低空侵入の際、高層ビル群に激突しないよう注意してください。なお、機動兵器用の装備が装甲列車で運搬されているようです。しかし、うちのチームは大丈夫なんかね。ナイト C2、どういう意味？得体の知れねえのが二人もいるんだぜ。俺は不安だね。特にお前だ、アイン。気にすることなどない。ほっ、了解人形が喋ったよ。いい加減にしろ、ランディ。こちらフィンベル、12時の方向より高熱源体が接近中。どうやらブルグランを出してきたようです。高出力レーザー砲6門のほか多数の装備を確認、注意してください。Yeah!
東部方面を進行中の母艦ワイゼルが敵の爆撃機編隊と交戦中との連絡が入った。敵はエリア J4 の前線基地を爆撃するつもりらしい。護衛の戦闘機以外はワイゼルの援護に回れ。敵は現在エリア K5 高度5000を飛行中。対地攻撃力の高いランサー爆撃機を第一目標としてください。遠距離攻撃がフィンベル、こちらワイゼル。敵戦闘機編隊と交戦中。現在敵機に阻まれ爆撃機体の追跡。今聞いた通りだ。速やかに迎撃態勢。了解。新型機はこちらで引き受ける。ちょっと上官を無視して勝手なこと言わないで。はっ、いいじゃねえか。やりたいやつにやらせりゃこっちは楽でいいや。そうですね。ちょっと、そういう問題じゃないでしょう。詳細データが判明しました。戦術超音速爆撃機、コードネームハーディ。爆撃装備のほか多数の空対空兵器を搭載しているので気をつけてください。you
レーダー分析班より報告。作戦ルート上で通過予定のエリア L5 を中心にレーダーシステムのブラックアウトを確認。強力なジャミングによるものと思われます。たった今、援軍の西部方面隊が作戦位置に到着した。彼らの進軍を助けるためにもジャマーの即時発見、破壊が必要だ。味方の命運がかかっている。失敗はできない。今回はレーダーの使用が不可能のため、母艦で低空を侵入、センサーによる探査を行います。そのため母艦降下の際、敵の対空砲台による集中砲火を受ける恐れがあります。対空砲台の破壊を優先してください。またジャミングの影響で通信精度が著しく低下しています。通信ミスによる作戦の混乱。よし、これより作戦開始。各機との通信を切る。おい、なんだって、どうすればいいんだ。これはジャマーを叩かないと。いいか、作戦終了まで通信をカット。了解。ジャミングの中心位置が判明。ポイント 5E より徐々に移動中。ただのジャマーではないようです。注意してください。エネミー、ファイト。
西部方面隊機関シーレスより緊急入電。敵の空中機動要塞から奇襲を受け苦戦中とのこと。すでに艦載機の約4割が撃墜された模様。増援を要請しています。ジャミングで連絡が遅れたな。間に合えばいいが。相手は敵の主力部隊のようだ。前期速やかに西部方面隊と合流。敵機動要塞の進撃を食い止める。シーレスからのデータによると、要塞上面は仮面よりも防御力が低いようです。特に戦闘機用のハッチは構造的に脆く。空中要塞だ。戦闘機でどうにかなんのかよ。なんとかなるだろ。え、まあよ。そうね。そう。被害状況の確認を急げ。フィンデルは生存者の救出に向かう。ブルーナイト各機は攻撃を続行しろ。こちらフィンベル、正体不明の飛行物体が接近中。機種の判別不能。データにない新型のようです。性能その他は一切不明。注意してください。
前回の攻撃により敵要塞の武装の約 45% を無力化することに成功した。しかし要塞の進行速度は衰えておらず、粒子砲などの使用兵器は未だ健在だ。このまま統合軍本部の進行を許せば、味方の被害は莫大なものとなり、我が軍は司令塔を失うことになる。そこで今回の任務だが、機動要塞の心臓部であるジェネレーターユニットの破壊である。各種センサーによる敵機動要塞のデータが出ました。これによると、要塞後部左右1箇所ずつに大型ハッチを確認。ここから要塞内部に侵入が可能です。いよいよ正念場だ。気を引き締めてかかれ。おいおい、俺たちは忍者じゃねえんだぞ。つべこべ言わない。やるしかないでしょ。まあな、うちにはエースもいることだしな。頼りにしてるぜ、アイン。了解。ものだと思われますが、これほど巨大なものは見たことがありません。エネミー、気をつけて。Thank you.
先ほど作成試練本部より連絡があり、エリア N5 ポイント 7D においてミューコックの本部であると思われる地下要塞の存在が確認された。これよりエリア N5 に向かい要塞中枢の破壊を行う。敵の主力を叩いた今、残るは本拠地だけだ。待ってください艦長。先ほどの空中要塞攻略で戦闘機部隊の約 70% が作戦続行不能状態にあります。ここは一旦全機収容し戦力を立て直した方が良策かと。そうか、よし、全機フィンベルへ帰還しろ。その後東部方面隊ワイゼルと連携し体制を整えて出直す。敵の中枢を叩く好機だ。作戦を続行する。ちょっと、部隊のダメージがでかいのよ。こちらの戦力も整えなきゃ無理よ。ナイトC1短期での成功率は約 3.76%。 やだ、行っちゃやだ。そんなに行きたきゃ一人で行っちまえ。その代わり絶対成功させて戻ってこいよ。俺様に尻拭いさせんじゃねえぞ。いいな。了解。
Destroy the final target.任務完了。終わったな。よし、ご苦労だった。帰還しろ。やったわね、アイ。本当にやっちまいやがったぜ。大した野郎だ。ナイトシーワン、ナイトシーワン、どこへ行くつもりですか。応答してください。帰還する。艦長、ナイトシーワンの様子が変です。このままではレーダーからも見失ってしまいます。誰かに追わせますか。いい、行かせてやれ。ですが。奴は帰るんだ、自分のいるべき場所へ。この戦いにおいてミューコック側の主力戦闘部隊は壊滅。ミューコック首脳部は休戦協定に調印し、事実上この紛争は終結した。この後ミューコックは解体、首脳陣は戦犯として IUTO に拘束され、関連企業は各国政府の厳重な監視下に置かれることになった。一方 IUTO は国際的な平和維持機関という名目のもと存続させることが決定していた。しかし終戦直後にある軍の兵器開発資料が流出し、そこに記された非人道的な実験の数々が世間に知られることになり、また IUTO がその一部を実用化していたことが明るみになった。このことによりセロンの非難が IUTO 側に集中し、組織の解体となった。これが後にミューコック戦役と呼ばれる紛争の全てである。
その後、アインさんは見つかりませんでした。機体も発見できなかったそうです。戦争が終わってから、艦長さんが私にアインさんのことを話してくれました。奴は空で戦うために軍によって生み出されたんだ。空が生きる場所であり、奴の故郷でもあったんだろう。だから信じています。アインさんは今も飛び続けていると。